はい、よろしいですか。はい、どうぞ。はい、0749。0749。はい、45の0749。45の。はい、2180です。2180。わかりました。はい、それでね、前雇用保険の給付受けてもらってたんですよね。いつです。4年ほど前ですね。そうですね。で、というと、そのお辞めになられたんで、次のお仕事を探されるために雇用保険の給付もらっていただいてたんですよね。で、次の仕事を行ったんですけど、またそこもクビになりまして。はいはい。2、3ぐらいあれですね。ひどいとこばっかり紹介されたんで。それで前のその先の方に連絡取られるっていうのは、それは何のためにということですかね。とりあえず失業保険の伝票返してもらうであるとか、源泉徴収の話であるとかですね。とりあえず落ち着いて話はしようと思いますけど。源泉徴収と言いましても今年のには関係ないですよね。22年ですか。21年か22年の話ですよね。関係ないことはないと思いますけどね。一応締め切りはありますけども、その後に、はい、別に出しても構わないと思いますんでね。まだその前の年度のやっておられないということですかね。源泉徴収票が出てないんで、そういうこともできない状態だったんですけど。あ、そうですか。はい、はい。まあ、ひとまず連絡先は今申しました通りでございますんで、はい、なるべく穏便に済ましたいとは思いますので。あ、そうです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。